はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ続きをやっていきましょう。はい。26日目の朝になりました。はい。で、ちょっと動画外でね、いろいろ動き回りまして、見てください。このね、アーマーをね、鉄鋼アーマー、全部揃いました。一応、品質4、あ、これだけ品質3か。この、一応ね、全種類、鉄鋼アーマーで揃いました。はい。で、前回は、この、これがなかったからさ、作れなかったんだけど、もうこんなに減っちゃった。めっちゃあったのに。あの、トレーダーをですね、トレーダーを4件ぐらい回って、5件か、5件回って、売ってんのを全部買い漁ってですね。で、なおかつ、第一拠点の方に在庫がね、10何個あったので、全部持って帰ってきて、で、合計で、40個ぐらいになったのかな ?40 個ぐらいになったんですけど、お金なくなっちゃった。ほら、おかげでお金がなくなってしまいましたけど、はい。で、それで作りました。一応ね、これ全部ね。で、さらに、このね、アーマープレーティングが作れたので、アーマープレーティング3枚作って、3枚足してます。ここと、胴体と、腰にね。はい。で、3枚足した、足したおかげで、現在アーマー等級74と。いう感じになってますね。はい。で、本当作りたかったのが、これが作りたかったんですけど、イージスの盾ね。これ作るのめっちゃ大変で、何が大変かって、まずこれが一番大変だよね。裁縫キットがなんと40個もいるんですよ。40個。これクラフトできないからさ、40個集めるのはね、相当きついですよ。まあ、この接着剤、粘着剤とかさ、炭鉱とか、この辺はね、作ってたんで、もうできてんじゃないかな。250できてるね。まだ作ってるけど。で、銀塊もできてるでしょ。これで多分、5あるでしょ。で、銀塊でしょ。250でしょ。うん、これでまあ、接着剤は多分、粘着剤作れるんで、これだよね。やっぱね、裁縫キット40。これがちょっときつ、きつそうだね。非常にね、これクラフトできないからさ。うん、ただその、隣の砂漠の町に、アパートがあったじゃないですか、アパートね。あそこに行ったらひょっとしたら、まあ40個はないにしても、まあいくつか取れるかなと、部屋があってね、タンスがあったらタンスの中に入ってそうじゃん、なんかね。洋服ダンスの中にね、わからんけど。まあそこにちょっと後で行ってみようかなと思ってます。はい。で、とりあえず今日は、これですよ、これ。電子書籍のチケットが200枚溜まったので、200枚あって、これどこで暮らすの？あ、これゲットハンマーが作れるんで、どこで作るのこれ？あ、パソコンか。あれ？パソコン俺作らなかったっけ？あれ？パソコンって俺どうしたっけ？あれ？自作 PC？ 自作 PC 作んなきゃ、あ、壊しちゃったんだっけ？違うか。作ってないか。自作 PC 作んなきゃいけないんだね、そういえばね。自作 PC で、あれ自作、え、違ったっけそうだよね。自作 PC でやるんだよね。これ確かね。これね。ちょっと PC 探しに行くか。PC、隣の PC、あれなんか自作 PC 作ったような気がしたけどな。気のせいか。なんか何回か。よいしょ。ひょっとしたら作ったけど壊しちゃったかもしれない。作ったのに壊しちまったかもしれないな。まあいいか。ここにないかな、PC。これもう多分ゾンビ復活してるんだけどね。ここ回ってた頃はさ、PC あんまり興味がなかったんで、PC も取ったりしてなかったと思う。あ、あるじゃん。あ、取れないのか、これ。あ、取れないのか。残ってるやつは取れないやつか。ここは出口か。多分ね、ルート復活してんじゃないかなと思う。してない、あ、してないか。壊しちゃうよ。壊しちゃうよ。ルート復活してんじゃない？あ、してるよね。だよね。はい。お金もらっとこう。お金全部使っちゃったからね。あれ取れないのかな？これとか取れないの？あ、取れないんだ。あ、外だ。あ、外だ。外には、あ、こう壊して出てたんだよね、俺ね。これ中だよね。あれ？これは取れないのか？これ取れないんだ。そうなんだ。こっちは？こっちは？これも取れないのか？ノートパソコンとかあればいいのにね。これ、あ、される。
下にもあったっけ、地下にもあったかな。ポトッと、どこ、警官だ。燃えていけ残忍スパイダーお宝あされるんじゃない、お前そんなとこにいたの、お前どこで、あ、裏にいたのか、あ、この裏にいたのか、あ、やっぱハマった、お前かオッケーオッケー、これあされんじゃない、じゃん、あ、電子チケットまた入ってた、ちょっとパソコン欲しいね、パソコンパソコン作んなきゃ、どっかいないかな、もうさすがにここにはないか、これ開けてもしょうがないんで、あ、ここにはなさそうだ、あ、人出てきたここにはさすがになさそうだな、あ、ないね、これどっから上に上がるんだっけどうやって上に上がるんだった、これ、あ、こっちか、あ、違うな、あれ、俺どうやって帰るんだっけ、これ、あ、こっからか、あ、こっからか、どっかなんかパソコンがありそうなところパソコンありそうなところ、まだ行ってないところに行ってみるか、ここカールズカーズ、カールズカーズはね多分ね、どうでしょう多分ね半分ぐらいはゾンビ死んでると思うんだけど炎でね、炎で死んでると思うんだけど、半分ぐらいは。あ、走ってきた、走ってきた。ちょっとそれ布欲しいな、俺。布欲しいんだが。まだ生きてんの、お前。しつこいね。ここパソコンない？あるじゃん。あ、取れない。すごい走ってるけど。あ、取れないのか、クソ。取れるパソコンと取れないパソコンがあるからね。あ、ここ取れないんだ。取れない系か。マジ？あ、これ取れる。パソコン、パソコン、あれ？パソコンで作るんじゃなかったっけ？自作、自作パソコンとかいうのがあったような気がしたんだけど。自作、自作 PC。あ、違う。自作 PC はパソコンじゃないのか。そういう感じか。PC で作るんじゃないんだ。自作 PC 作ろう。帰ろう帰ろう。拾ったパソコンで作るんじゃないんだ。ねえ。で、自作 PC があったら多分電子書籍を、なんか、本にできる。製本できるのそんな感じだったような気がするんだけどな。確か。ちょっとやってみよう、やってみよう。よいしょ。自作 PC か。よいしょ。追跡してヘッドライトなんか何に使うのっていうか気がするけど、ヘッドライトなんか使うの？まずこれでしょ？ 5 個。はい。で、これが10個。10個。で、ポリマーが20個。20個めんどくさいからこうするか。で、こう。はい、こう。はい、こう。はい、来た。これ置いたらどうなるの？これ置いても、これは自作 PC として機能しないの？あ、しないんだ。取れるだけなんだ。まあ、じゃあこれは、どれだって？あ、これか。まあ、これは、レシピでこれにしちゃうか、また。で、ちょっと待って。ちょっと持ち物を一旦返すか。いや、なんかよ、結構、重りヘッドとか拾っちゃったけど、まあ、重りヘッドついてるか。ついてたような気がするね。バトンパーツとかもまあまあいらないんだけどね。コーヒーまた拾っちゃった。コーヒーめっちゃ拾うんだよね。本当に。ほら、29も。コーヒー一番拾う。うん、まあこの辺はさ、わざわざ、ね、サクサク取ったりしないからたまらないっていうのもあるんだけど、コーヒーはまあルートで出るからね。ちょっと待って、これ燃やそう。鉄。鉄。はい。はいっと。あ、できた。ノートパソコンだ。ノートパソコンなの？あ、でも、変えられるのか。変えられるの、これ。デスクトップがいいな。デスクトップでかい。まあいいか、これで。
で、これで、あ、ゲットハンマー作れる。ほら、来た。購入。購入。あ、そうか。これチケットだからね。購入しよう。届くのに時間かかるんだ。1分30秒。あ、そういうことね。で、これを読んだら、アイシクルハンマーがだから作れるってことだよね。ハンマー。ハンマー。アイシクルハンマーこれだ。これね。追跡。まあ、部品はあんのかな？部品はありそうだけど、あ、ハンマーパーツがないか、12個も。あ、これがないわ。これが12個もいるんだ。あ、そうなのね。他のはあるよね。これ取ったもんね。あるね。240、240、あるね。ダクトテープはまあ作れるから、よしとして。そうか、じゃあハンマーパーツ。待って。ハンマー分解すればいいんじゃない？あ、これ分解したら、1か、1かな。じゃあ鉄だった。あれ、あ、そうなんだ。ハンマー、パーツになるわけじゃないんだ。あ、鉄鋼ハンマーじゃないとダメなの？鉄鋼ハンマーじゃないとダメな感じですか。これひょっとして。鉄なんだ。そうか。あ、そうなんだ。鉄なのね。うん。パーツにならないんだ。残念だね。これじゃないとダメなのか。鋼鉄製のハンマーじゃないと。ちなみに鉄ハンマーって？あ、ハンマーパーツいらないもんね。これはいるんだ。これ8。8だけど分解しても多分1だよな、これ。品質4作りたいね。品質4にしたいな。でもこれを今、あ、これ分解したらこれが増えるから、作れると言えば作れるけどね。ねえ。いや、でもちょっと待って。もう、やっぱアイシクルハンマーにしたいから、もうちょっと我慢するか。はい、来ました、ゲットハンマー。アイシクルハンマーがアンロックします。アンロック。あ、作れない。どこで作るのこれ。なんだこのマークは。何このマーク。あ、なんだこれ。あ、わかった。あれか。なんだっけ。アイスなんとかっていうのがあるんだよね。どれだっけ。あ、これだ。アイシクル。これかな。アイシクルフードは、アイシクル 4G。アイシクル装備はここから始まる。アイシクル 4G。アイシクルメタルインゴット。凍える一撃。近接武器炎上。魔力をコントロールできます。これ、アイシクル 4G でやるのかな？ちょっと上げてみるか。アイシクル 4G。 アイシクル 4G。 あ、これだ。あ、なんか、じゃあ、発電機やないか。発電機やないかい。あ、これはでも作れそうだね。あ、エンジン3つもあるかな。トリプルエンジンなの。R は3つ。あ、この辺の部品使っちゃったからないわ。この辺が。この辺がないね。まあこれは集めとくか。まあ、とりあえず、車とか解体してたら手に入るんで。あー、そうか。じゃあ、アイシクルフォージ、次の目標はアイシクルフォージを作ることか。あそこ行ってみるか。なんだっけ。アパート？アパートちらっと見てくるかな。まだ時間あるから。あ、そう、思い出した。アパート行く前にちょっと思い出した。スーパーチャージャー作れるようになったんだよね。スーパーチャージャー。結構ね、作れるのが増えた。スーパーチャージャー確か作れるようになったような気がする。どれ、あ、これだ。どうやって作るのこれ。あ、ラジエーターいるの。溶かしちゃったよ、ラジエーター。ラジエーターいるんだ。溶かしちゃったよな、多分。あ、だよね。1個でいいんだ。1個だったらその辺に、その辺の車壊せば手に入りそうだな。ちょっと取りに行くか。なんか、よいしょ、バイク、ねえ、もうスピードに慣れてきちゃったねさ。慣れてきちゃったからさ、バイク遅えなと思って。まあ一応ね、なんだっけ、
ジャイロコプターの次に速い乗り物ではあるけど、確かバニラではね。これ分解したら手に入るんじゃない？これ分解したら手に入りそう。ラジエーターぐらい。じゃん。お、金属バット、違う、ベースボールバット。これちょっと分解しよう。1個ぐらい取れるでしょ。取れないかなラジエーターついてない車はまずないからね。まあそういう、それ言っちゃエンジンもバッテリーもついてない車はまずないんだけどさ。あ、取れないの？そう、取れて、お願い。あ、取れなかったわ、クソもう一個車ある、もう一個車あるよ。これボロいな、なんかこの車。この車、あ、タイヤ取れた、やったね。この車ボロいね、なんかねいつもへこんでるやつね。あ、今回でもへこんでないな。 SUV なんだ。じゃあ取れなかったんだが、マジかマジですか、マジですか。250も取らなきゃいけないんで、この辺分解しようか。ちょっとこれ機械部品、ちなみにこれも機械部品そんな感じ。これ電気部品これも電気部品、届かない。これも電気部品あ、地味だね。これも電気部品です。ちなみに電気部品はもう建物行ったらそこら中にあるんだよね。うん、布はね、布結構溜まってたからまあいいか。これも電気部品ですね。はい、これも電気部品電気部品は割と簡単に集まるかもね。さっきの話ね、建物の中行ったらめちゃめちゃ電気製品めちゃくちゃいっぱいあるからな。はい、これ機械部品、違うか、これ取れないか。これは人いないの？あ、いないんだ。あ、いないので、ね、出されないのか。こっちは、こっちいそうだけど、あ、いないのか。あ、グルー、グルー100個だっけグルー100個、まあ、100個は作れるから別にいいけど。はい、ぶちょっとな。これ電気部品じゃない、これね。これ漁れる、漁れる。これも電気部品じゃない、違う、あ、違うのか。違う、鉄だった。これなんだっけこれ、スチールと、あ、機械部品。機械部品。あ、電気部品も。まあそうだよね。電気で動くもんね。250集めるの結構しんどいかもしれない。機械部品がしんどいかもしれんな。あ、金庫あるじゃん。この辺は関係ないの。鍵かかってる、鍵かかってるね。まあ叩き壊すけどね簡単に壊れ、簡単に壊れる。あ、こんなに入ってんだ。268も。これは開いてないのか。壊れそうだね、これね。直すか。はい、ということで降りていく。おとっと、あ、こんな感じなの、こんな感じになったんだ。へえ、待って、ワイとかいるんだか、汚染ゾンビとかいるんだけど、嘘でしょ。ピチッ。こい。あいつ、あいつやりたかったな。こいつやりて。感染はしてないよね。ただ、ラット値が上がっただけだよね。ラット値上がっただけだよね、多分ね。感染はしないよね。感染しないでほしいな。あ、向こうからも人来たけど。飛ぶ。残忍ソルジャー強いね、やっぱね。あ、オッケー。オッケーですか。こんな、カールズカーズこんな感じになったんだね。へえ、あ、行けないじゃん。あ、こっちから行くのか。ここからか。へえ、ずいぶん様子、あれでも行けないじゃん。これをとりあえず閉じて、あ、向こうから回ってくるのか。こっちから回っていく感じ？あ、そういうこと？あ、そういうことだ。まあ、叩き壊せるけどね。私のパワーなら全然叩き壊すけどね。こんなのね、簡単に。パカン。
ほう。へえ、あ、やった、キノコ。キノコ、キノコの種を拾いました。ここに今いたね。こっちから来たな。あ、まだいんの？上か。地上か。地上世界の話か。あ、なんか弾薬ボックスみたいなのがある。え？上でしょ？上の話でしょ、これ。じゃん。あー、まあ、分解だな。分解ですな。地上の話だな、これな。そして、こうなって、あ、これ地下だ。ねえ。あ、車庫だ。車庫の地下。ガレージの地下。あー、下にはもう人いないんだね。箱とかもないのね。あー、なるほどね。上がっていく。PC は取れない。あれ、人いないの？じゃん。え、人いないの？お宝ないの？開いてるから、あ、びっくりした。おい。お宝ないの？あ、隣にまだなんかあんの？あれ、これ、ここにさっきいたとこじゃない？ここ。あれ？どうなってんのこれ。ああ、だよね。そういう感じだよね。あ、壊し、簡単に壊れるな。あれ？お宝とかないの？ないわけないよね。ハリーン。あ、出れるわ。普通に出れた。今ここにいたよね。あれ？今ここにいたよね。もう一回行ってみるか。こっから落ちたのか。これ外だからね。こっから落ちるでしょ。ここになんかありそうな気がするんだよね。ないのかな。あ、ないわ。なんもなかった。なんもなかったわ。よいしょ。で、こっち行って、こっちもなんもないの。ないんだ。なんか置いといてくれてもいいのにね。こう行って、ここ行って、で、こっから上がっていく。あそこにゴミがあるけど、ここにゴミがありますが、はい。で、こっち？もう出口じゃんね、これ。あ、待って。あったあった、お宝あったわ。あったあった。これは拾えないのか。あ、ここにあったわ。じゃん。ここにあった。ガシャーン。スレッジハンマーめっちゃ便利だな。おっと、バッターの、あ、取れない。まあ置いてってもいいけどね。ベースボールバット分解。鉄パイプも分解。で、取れ。まあ、団体いらないっちゃいらないけどな。1個ついてるよね。2個つけれんだっけ ?2 個ついて、2個つけて有効な時と有効じゃない時があるんだけど。ここにもつくかな。4だからつくか。はい。OK 。よっしゃ。ダブルで。あ、おっと？いらないな。オイルシールはちょっと欲しいけどね。ハンドルバー置いとくか。品質4。まあまあ、いらないな。6だからね、今作ってるのね。5。まあ、いらんな。ガソリンだけもらうとか。あ、財布。意外と熱い、財布。あー、まあ、猫缶食べちゃって。ちょっともう、ステロイド。これスタンバトンの、バトンパーツいらない。で、じゃん。今一つだな。あ、これ開けたんだ。ここは？あ、見たっけ？あ、もう見たんだっけ？あ、上にゴミがあるけど。じゃん。何しに来たんだっけ？あ、そうかそうか。あの、なんか、電気部品とかを集めに来たんだっけ？ね。この辺をね。
何しに来たんだっけ、忘れちゃうじゃんね。何しに来たのか。まあでもさすがに250集めるのは結構大変だよね。集まらないことはないけど、ひたすらやってたら。ね、あ、もう持てなくなってる。何これ。鉄パイプか。なんだこれ。ラジエーターか。あ、ラジエーターね。あれ、ラジエーターはもういらないんだっけ。ラジエーターを探そうって言ってたの時代は終わったんだっけ、俺。記憶がやばいことになってるな。紙捨ててラジエーター拾うか。これ何？鉄パイプ。で、ここに一旦入れて、鉄パイプ拾って、これなんだっけ？紙か。紙拾えない。あ、待って。ここに何か入れとこう。じゃあ、骨でも入れとくか。骨入れとこう。ガチャン。はい。で、鉄パイプ分解してこれもらって、以上？あれ？なんか空いたけど一個。じゃあこれ持って帰るか。ちょっと、出口は？ここが出口か。じゃ何しに来たのか忘れてしまったな。忘れてたな。まあいいか。一回、一旦戻るか。何個取った？結局。50個ぐらいか。50個だと、100個ぐらいにはなったってことか。1回で50ぐらいか。よいしょ。よいしょ。あ、思い出した。スーパーチャージャーを作ろうとして、ラジエーターを取れちゃうんだよね。やっぱね。最近記憶障害がやばいな。記憶障害やばいね、最近ね。思い出したわ。あ、これだ。これを作ろうと思ったら、ここに出てるじゃん。これを作ろうと思って、ラジエーターを拾いに来たの。で、鉄パイプなんかは持ってるから、別に。あ、130。だ、機械部品がやっぱなかなか集まらないね。機械部品がね。で、これでじゃあ作れるんだ。スーパーチャージャー。あ、作れる。オッケー。よし。これでバイクちょっと速くなるね。これは何？フルオートか。これでバイクがちょっとスピードアップするぞ。いいことだ。4つあるから、あれだね。トラック作ろうと思えば作れるけどな。4x4 トラックね。64か。なかなかたまらないよね、そう簡単にはね。さっき簡単にたまるだろうって言ってたけど。実際問題。機械部品がやっぱ一番たまらないかな。そんなイメージはあるな。イメージ的に。よいしょ。鉄。はい。あ、500でワンスタックなんだ。結構たまったぞ。結構溜まった。これ、あ、これちょうど100なんだね。ちょうど100って珍しいね。なかなか極めたね。はい。そして、ダクトテープはここです。あ、これそういえばね、ほら、見て。増やした。この間いっぱい取ってきたからね。まだ余ってるけどね。まだ余ってるんだけど、これしか今もう植えるのがないから、何個余ってるんだっけ ?1800 まだ余ってる。結局植木鉢を分解して、700になったんだけど、その700で7個作って、種が7個しかなかったからさ、7個作ってそれで終わりみたいな感じでしたね。うん、あと使ってない。あんなに喜んでいっぱい取ってきたくせに、結局使ってないっていうね。うん、まあ、種があったらね、作りますよ。種があったらね。今、種1個もらったからな。あ、種じゃねえや。うん、種ね。キノコのやつね。まあ、また作っときましょう、それは。で、スーパーチャージャーがあと2秒、1秒。はい、できた。OK。OK。これ、改造する。
何もついてないんだこれ。ちょっと待って、ヘッドライトでもつけるか。ヘッドライト改造パーツ、はい。タンクとかないんだっけ。もっとなんかいろいろ作れそうな気がするんだけどな、全然見てないけど。あ、これ白金回路、金とかいうのが作れんじゃん。金は何、強力なのやっぱり。上着のみす同じこと書いてある。熱量超限量すぐれもプラチナ食パイで分解する際に発生。同じこと書いてあるの、同じこと書いてあるっぽいね。こっちのが強力なのかなただ装飾されてるだけとかだったら非常に残念な感じになるけどね。裁縫キット9も使うんだ、なくなっちゃうじゃん。それだったらまださ、これ上げた方が良くない？上がってた、3だ。マックスまで上がってた。これ上げた方が良くないと思ったら、もうすでにマックスだったわ。あ、そうか。マシンガンナーはレベル10だね。ここまで行くと、あ、品質4のアサルトライフか。タクティカルアサルトライフか。あ、どうしましょうかね。まあ今日はとりあえずじゃあこの辺にしときましょうか。で、明日ちょっと向こうのね、アパート、マンション見に行きましょうか。で、この辺のやつを、電気部品があと120個ぐらい、機械部品あと200ぐらい、機械部品200個きついな。まあ、車分解してればそのうち溜まっていくと思うけどね。まだでもレンチを使ってんのが残念なとこだよね。ラチェットとかあるんだけど、これね、1だからね、こっちの方が強いんだよね。レンチの方が、うん。はい。ということで、じゃあ、まあ、とりあえず今日はこの辺しときましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。大神さんでございました。またね。